Z100-400mm 試し撮り。 Z100-400mm の望遠ズームレンズを買ったので試し撮りをしてきました。多摩動物公園は閉園中なので、いつもの線路脇で京王線を撮りました。いきなり5000系が来たので慌てましたが、ズーミングしながら撮りました。オートエリア AF で連写しました。すべてのコマにきちんとピントが来ています。ワイドエリア AF-L で連写しました。抜けのいい画像が綺麗です。ヘッドマークを掲出している電車を撮りました。撮り直しできないものも安心して撮影できます。画質もピントも文句なしです。このレンズをつけて早く動物園に出かけたいです。